はい、というわけでプレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーダイ。というわけでね、今回は、ついに、皆さんに言われて、スタベーションモッドというのをついに入れてみました。で、今回初めてプレイします。で、このモッドは、入れる手順があるんだけれども、簡単に説明すると、セブンデイズのフォーラムの中にある、モッドのスタベーションの、ところに行って、そこに書いてあるものをダウンロードして、モッドランチャーっていうのをダウンロードしろって言われるんで、それをインストールする感じです。で、インストールが終わったら、それの中からスタベーションを選んで、左側のプラスみたいなのを押して、下に出てくるやつ選択して、うわ、ちょっと待って、トラがいる。トラがいる。トラがいる。それ聞いてないがな。あれ、トラだよね。あっち歩いてるのトラだよね。トラだよ。絶対近づいたら殺されるやつやん。で、あっちになんかフルーツみたいなのが生えてるし、すげえ。すげえ。で、プラスみたいなのを押して、下に出てくるやつで、プルダウンメニューから、セブンデイズトゥーダイのインストールされてるフォルダを選んで、なんだっけ。シンクかなんかみたいなやつを押したら、起動します。あ、じゃあ、なんか、コピーフロームなんちゃらかな？やったら、コピーできて、それから、できます。これがフルーツだよね、多分。フルーツはね、素手で殴れって書いてあった。手に入った？おー。伊達。おー、これでいいのか？これで一段階。なんか変な声聞こえた気がする。一段階下がったね。このゲーム、本当にいろいろな要素が追加されております。アルファ16じゃない、ごめん。で、アルファ16版のスタベーションモッドが出たっていうことらしい。で、スタベーションモッド自体が私初めてやるんでちょっとわかんないんだけど、インストールするページに、あれです。一応、オーバービューをちゃんと読んでからスタートしろって書いてあったんで、読みましたら、いろいろ追加されております。もうね、もうびっくりするくらいに追加されております。で、その一つが、まず、食べ物が腐る。持ってる食べ物が腐るっていう。だからこれもね、多分ね、どっかに、ああ、どっか書いてないのかな。数値はないんだね。数値ないんだ。食べ物が腐るらしいんですよ。だから、クーラーボックスとか、クーラーボックスなのかな？クーラーなのかな？なんか、そういうのに保存しないといけないらしいです。で、次が、あと、チャットのシステムも違うって、まあ、一人でやるから意味ないんだけど、白チャットの届く距離が10ブロックで、シャウトっていうスラッシュ S を打つと、20ブロックまでだったかな？多分。で、メガフォンを使うと30ブロックとか、なんかそういう感じだったと思います。で、他に栽培系もいろいろ増えてます。まあ見た通り、フルーツさっきあったよね。フルーツ生えてたよね。あっちにも生えてるね。で、フルーツがあったり、栽培するのに、なんだっけ。栽培するのに、何かが必要って、水が必要だそうです。で、さらに、感染病があるらしい。食べ物つか、植物に。空気感染するのがあって、それを止めるには殺虫剤、防腐剤じゃない、なんか薬みたいなのが必要で、なに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 な
何何何、ハンテッドとか出る？出てないな。ストーンアックスまだ作れない。草が必要。ああ、ヘビだ、ヘビ、白いヘビだ、白くないけどヘビだ。ちょっと待って、ちょっと待って。でどこまで行った？あ、そう、空気感染の病気。うわ、ちょ、雲、雲、雲、ああ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 、
待って、やめ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 て、やばい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 、嘘や、嘘や、聞いてない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 。ちょっと待って、そんなにいろいろ追加されてるなんて知らんかったかな。なんだっけ。そう、空気感染してダメになっちゃうらしいんですよ、作物が。だから、ちょっと待って、石欲しい、石。だからなんかスプレーで対策しないといけないと。で、その対策するスプレーを作るのになんかいろいろワークベンチやら、ワークベンチやらもう一つなんだっけ。キャンプファイヤーと、ビーカーが必要みたいなこと書いてた気がする。大雑把に言うとね。で、そのスプレー、防腐剤っていうか、まあその薬使っても 50% の確率だったかな。で、とりあえず病気治せるみたいな。で、病気治したらOK なのかな。で、作物間空気感染してくらしいんで、作物と作物の間にスペースを空けることでその感染を防げるよって書いてあった。防げるというか、遅延させれるのかな、どうなのかな。で、次がなんだっけ、次が、なんかいる、なんかいる、なんかあっちの岩の向こうになんかいる。で、その次が、空気感染とは別にネズミが病原菌持ってくることもあるらしい。で、ネズミがゾンビネズミだったかな。ゾンビネズミは作物に向かって走ってきて食ったりするらしいんで、それを対策するにはネズミトラップ、ラットトラップが必要で、ラットトラップで処理できるけど、リセットは手動でやる必要があるよって言ってた。うん、で、次の要素は何だっけな。病気終わったでしょう。セーフコンテナ、セーフコンテナ、そうだ。あの、食べ物が腐るやつね。それの話は、クーラー、リフレジレーター、あー、冷蔵庫ですね。で、冷蔵庫は今のところ、電源が必要ないって書いてるんだけど、ちょっとこれわかんない。あるところでは電源必要って書いてあって、今は必要ないよみたいなこと書いてあったりしてて、ちょっとどっちかわかんないです。で、なんだっけ。そう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 、それで。で、ご飯にサルテッドフードとかいうのが出てきて、まあ、要は塩。塩味ついた肉とか、そういうのは腐りにくいよみたいな。うん、で、その、やつが、缶詰の食べ物は腐らないそうです。で、サルテッド、塩漬けにされた食べ物は腐りにくい。クックドフードは、それより腐りやすいけど、まだ腐りにくいと。で、バニラジュースも中間ぐらい。さっきの料理されたやつと同じぐらいの中間ぐらい。で、フルーツとか野菜は腐りやすい。で、生肉、生魚、ミルク、卵、アイスクリームは腐りやすいそうです。アイスクリームもあるんだね。どこへのも腐りやすいんだ。あ、書いてある。お、ちょっと作っちゃう、これ。一個作っとこうか。種。ね。これでフルーツ作れるかも。待って、リペア。で、次が、どこまで話したっけ。腐る話してたよね。で、釣りに関しては、バンブースティック。要は、竹。竹を探して、やらないといけないって書いてあって、釣りの項目は読んでないから、餌とかについては全く今把握してないです。
で、次が動物。動物をね、飼育できるっぽい。男とメスとオスの動物を探して、なんかテーミングだっけ？ウィップ。なんかツール使って、手なずけて持ち帰れるって。で、その手なずけるやつが失敗したら、動物の HP がちょっとずつ下がってって、何回も失敗したら死んじゃうよみたいな動物がね。で、そのテーミングは、なんだっけ。なんか新しいスキルが追加されてるはずなんですよ。これかな？これかな？これだね。ハズバンオリ、リペアタイムとか書いてる。これだと思う。これだね、そう。これが必要。これがレベル高いほど上がるよっていう。で、ペットもあるって。犬を手なずけて、その、ゾンビ攻撃させたり、人攻撃させたりみたいなことができるらしいけど、詳しくは読み進めてないです。あと電気系統もなんかね、電気とガスと、もう一つなんだっけな、熱っていう三つの要素があって、なんかそれぞれの機械にはそれぞれつなぐ必要があるみたいな。で、機械をつなぐための、まあ、パイプとかケーブルは、10マスまでしかつなげないよと。10マス以上つなぎたい場合は、バルブもしくはヒューズボックスを、大丈夫、うわうわうわ、なんじゃあれ、トラ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 、ヒューズボックスを間にかます必要があるよっていう。10マス置いてヒューズボックス、10マス置いてヒューズボックスみたいな。で、ジェネレーターっていうのがあって、発電機なんだけど、スモールジェネレーターとジェネレーターがあって、スモールジェネレーターはマップにルート品としてあるらしい。でもそれはそのヒューズボックスとかで延長はできないって。要は初期段階で使えるようなアイテム。後からちゃんとしたジェネレーターを作って、うわ、ちょ待って、トラ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 さんペットにできないのかな。トラさんペットにしたいよね。でも多分無理だよね。ちょっと待って、ちょっと、どうすればいいの俺。とりあえず砂漠はいいよね。砂漠にいるのはありがたいよね、まずね。びっくりした。サボテンにびっくりする事態が来るなんて。町にも行きたいけど、ちょっとベッドロール作っとこうか。で、ベッドロールも必要。左下にあるのが多分これだと思うんだけど、疲れゲージっていうのがあるらしい。多分これだと思うんだけどね。書いてないよね。やばい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 って、お前かよ。なんだよ、びっくりさせやがって。すんげえ声で来るから。やばい、ゾンビでも来た。おい、なんかペットみたいな犬みたいなのがおる。やばい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 。ちなみに設定は64体のまま。あ、ちょ、トラがいる、トラがいる、トラがいる、トラ、あっちにもいる。やばい、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 やばい。助けて。助けて、超早い。スタミナ大丈夫。よし。よしくねー、よしくねー、あっちにもなんかいる。ちょっと待って、東京ジャングル状態じゃん。ラストマンザワールドみたいな、なんかそういう感じ？そういう感じ？ちょっと、ベッドをどっかに。で、ラジオタワーを作ってなんちゃらかんちゃらとかいうのもあったんで、あ、これいいね。でもこれ腐ったりすんのかな。こいつらもちゃんと育ってくんのかな。あ、何あれ。あ、そういうの重要だね。そういうの重要だね。ここで食べ物回収してもいいのか。
とりあえず種を確保しよっか。こいつら育つのかな。水がないと育とう。違う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 、食べないで食べないで食べない、あ食べちゃった、缶フード食べちゃった、もったいないことした。でこのヘイベール、このヘイベールはね、牧草っていうか、あれやるときに必要なんですよ、家畜育てるときに。多分でどうしよう、あのあっちにコーンの種拾いに行きたいけど、犬がいた、こっちも犬がいる、蛇もいる、どうしよう。とりあえずベッドをこどっかに、ここいい感じの町なんで、ここに拠点を構えるとして、とりあえずヘビさあ次のクエスト来いよ。クラフトストーンアックス、あストーンアックスより先にそうだしたっけ。卵腐っちゃうな。卵今、まあ、あっても嬉しくないよね。やばい、エスケープ。でも絶対なんか、動物、どでかい動物の声がしてるね。やばい。アックス。よし。うわ、ヘビ。ヘビの挙動も分かってないから怖いね。アルファ16のヘビと一緒なのかな。ファイバーパンツ、そうだね、ファイバー系の装備整えないとね。ちょっと食べ物は最初ユッカでしのいで、途中からなんかに変えようか。だから缶詰食べちゃったのが一番致命的なんだよ。腐らないアイテム食べちゃったのが俺が。どうしよう。とりあえずどっか安全な地域を作らないとね。どこに住むっていうのを決めないといけないし、トレーダーいるかもわかんないし、武器が必要だな。武器がファイバーレシピ、あ待って、あれ豚か、あ豚か、びっくりされんなし。よし、お前豚か。車とかはされた、ヘッドライトとか欲しいじゃん。うわーこれヘビ。あれも豚だ。あ豚がいる。豚いなくなったのに豚帰ってきたね。よし、第一車雑魚。OK。 あれは何かわからないな。動物だね。犬っぽいからちょっと気をつけよう。あれは絶対あった方がいいでしょう。で下手に敵と戦うのは避けたいよね。何が起きるかわからないから。ヘイヘビ、そこら中にヘビがいる。しかもでかくね、このヘビ。やばい気がする、近い気がする。あーあのハードウェアショップ行きたいな。うん、犬がいる。犬なのかな、本当に。ちょっと豚多くね。豚はオスとメスがいて、オスがレアって言ってたよ。お、薬見っけた、ありがてえ。グッデンクラブ。よし。書いてないね、オスとかメスとか。テイムして初めてわかるみたいな感じかな。
戦ってみる。あ、一発で倒せた。川？川だけだね。全然強くなかったわ。ちょっと石屋ボックス作るか、ここに。マップ、マップ。砂漠でしかね、砂漠にはさすがに住みたくないよね。今回トレーダー重要なのかな、どうなのかわかんないんで。できればやっぱりトレーダーのそばに住みたいよね。ってことは、トレーダーのクエストまで行って、がっつりやった方がいいのか。は？あ、今作ってる途中であろう。そういうことか。持ってないのかと思って焦ったよ。OK。スリーパーゾンビはどんな感じ？普通だね、アルファ16と一緒だね。待って、今走ってない？ゾンビ走ってない？気のせい？これ走ってるよね。ゾンビ走ってるよね、これね。これ走ってるよね。弱いね。弱いね、ゾンビ。やばいやばいやばい。これ走ってるの？ってことで夜もっと早く走るってこと？こいつら。でかいの嫌なんだよね。豚か。お前豚か。焦らせやがって。缶詰持ってね。おう、犬犬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 犬。スポイルドフードってもう腐ってるやん。いらねえよ。出血が、やっと出血止まった。やば。バンテージ持ってんじゃん。なんだよ、持ってんじゃんバンテージ。腐るの早くね。4の50。何が腐ったんだろう。ウェルネス 0.05。 なんかついた、なんかついた。バフが You recovery 8 some fruit That's great for your tooth。 何がいいの。3時間。フルーツリー、そう、植物を、植物じゃない、こういうなんだっけ、フルーツも食べないといけないらしいです、このゲーム。何週間に一度ぐらいみたいな感じで。なんか、お、いいね。フルーツ食べないとなんか健康に、なんていう、ビタミン不足みたいな感じになるのかな。あ、ちょ、あ、ちょ、お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 、やばいやばいやばい。怖い、怖い。なんかすんげえ、すんげえゾンビの声がする。お、なんかすげえ、すげえアイテムいっぱいある。欲しい、欲しい、欲しい、欲しいぞ、それ。これとこれと、これいらないでしょう、これいらないでしょう。欲しい欲しい欲しい。
よし。よし。OK。お、やばい、犬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 、これ、これ、こいつ襲ってくんのかな？あ、襲ってこない。これ、フレンドリー犬っぽい。なんだ？さっきからめっちゃ逃げてたのに、俺。で、2階は行く価値なかったよね、これね、多分ね。奥に箱あったっけ？ 1 個ぐらい。あっちに箱1個あるね。よいしょ。オッケー。何これ。コンパクト。スモールグラスメイクアップ。ノットマッチユーズナー。いらねえんだって。使いどころがないんだって今。ゴミ？ハズレアイテムってことですか？あ、こっちはチェストあったんだ。うわぁ！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 おやだ！おやだ！おやだ！やだ、このゲーム怖い。怖い。というわけで、じゃあ今回ここら辺で終わりにしましょうか。で、次回は、ウィー！ウィーはいつまで倒すか。次回は、クエストを進めて、トレーダー探しに行きましょう。ね。トレーダー探しに行きましょう、次回。あ、やっべえ、犬がいるわ。見てないことにしよっか、あの犬は。よし。というわけで、じゃあ今回ここら辺で終わりたいと思います。腐っちゃう可能性があるね。これ食べちゃえ。どっかのクーラーってさ、あのクーラーボックスでいいのかな、本当に。こういうガスステーションとかにある、それとも自分で作れないといけないのかな。あ、そう、チキンもね、なんかね、こういうので買ったりするっぽい。クックステーションだって。ドッグクッキー。ドッグフード使うんだ。へえ。ってことは、ドッグフードのやつは残しとかないといけないね。これだ、クーラー。スクラッププラスチック。スクラッププラスチックを探そう。スクラッププラスチックは今回重要なアイテムになるっぽい。これ絶対必要。コンパクトいらないよね。スクラップにしちゃう。ブローケングラスいらねえ。いらねえ。よし。というわけで、じゃあ今回ここら辺で終わりにしよう。夜やばいな。夜やべえな。こんな最初のゲームで夜とか迎えたくねえな。何これ。ブラスト。ベースボールバット。エンティティダメージ8。8.25。8.80。気持ち強いな。気持ち強いんでこれにするか。でってでで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 、シュッ。シュッ。縦振りかよ。ありそう？なさそう？あるね、クーラーボックス。あのクーラーボックスも腐らないのかな。ゾンビ寝てるね。終わる言うたのに終わってないし。でてでてでてでパコーン、カキーン。これクーラー。サーチクーラーって書いてるからダメかな。
あれ？なんか俺の知ってるスパイダーと違う。ローティング、よいしょ。飲み物が欲しいよね。よし、というわけでじゃあ今回ここで終わりにしましょう。次回はなんかやりますんで、よろしかったら見てください。というわけで今回から新しいシリーズです。動画の下の説明欄に、多分モッドのページへのリンクと、リンク貼らないかな、貼れないかも。コメントでリンク貼っときます。何これ、バターナイフ、ウィザウトバター、いらないね、スクラップだね。これスクラップでいいかな。またなんかガラスになりそうな雰囲気じゃない。スクラップスチールだって。じゃあどんどんやっていくから、もうダメだ。でコメントにリンク貼ります、私のあのなんだっけ、あれに対しての、このスタベーションモッドのページに対しての。で動画の説明欄には、このシリーズ、あ、来たー、神がかってるわー、さすが空気読んでる。ライブにこれは必須だから、ライブというか録画にこれ必須だからね。ティッカーティッカーンってでってててててたかーん、かかーん、うわい、え、待て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 、何これ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 、助けて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 、何これ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 、やだ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 、何これ、何も書いてねえ説明、やばいやばい、なんて ?You feel like you are going too crazy. Maybe you should. おかしくなりそうだって、お前。お前おかしくなりそうだから、ちょっとなんか。Rest for have some fun. 休まんといけないのか、休まないといけないの。確かに俺さっき頭おかしくなりそうだったよ。わかるわかるわかる。俺も頭おかしくなりそうだって、今もうまさに。そうだったよ。ベッドロームでお休みっていうのやってみよう。疲れた。疲れた。もうやだ。頭おかしくなるところだった。どこに疲れゲージって載ってんの、ちょっと終わるに終われないじゃん。泣きそうやん。分かった分かった分かった、そんな泣かないで。あ、レスティングって出てる。この上に乗っかってるだけでいいんだね。スリーピングバックエフェクト、よくわからん。なにこれなにこれ、ハブサムファンって、ちょっと楽しみって。どうやってクレイジーを、もう頭おかしくなるよ。というわけで、じゃあ今回終わりましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録してください。で、あとこのシリーズ、手探り系でいくんで、ネタバレ系のコメントは、最初のうちはなしでお願いします。
なんて言うんだろう。うわ、やばい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 虫よけスプレーよりも必須よ。この虫に対しての情報だけはちょっと欲しい。頭おかしくなっちゃう、この虫。やばい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 。というわけでご視聴ありがとうございました。セシカでした。